皆さんはじめまして、ネクサスの代表の住谷隼人です。今回はネクサスキャンプのレポートをします。ネクサスというのは若いクリスチャンのネットワークとして、活動しております。イベントでもなくて団体でもなくて、本当に若いクリスチャンが関係を広げていく、そういったネットワークの機会、きっかけとしています。本当に目的としましては、若者一人一人が神様との関係を立て上げること、その機会を提供したり、またサポートをフォローする活動を、しています。クリスチャンの人口というのは決して多くないので、クリスチャン同士、また若者のそういった関係づくりというのはとても大切になってきていますので、その手助けとして、ネクサスを活動しています。今回千葉県の地域教会、4つの教会が集まりまして、千葉県の富津市でキャンプを行いました。で、今回のテーマとしましてはオン・ザ・ロックということで、御言葉の上に生きるということで、キャンプを行いまして、で、日にち的には3日間のキャンプだったんですけど、いろんなプログラム、海に行ったりとかバーベキューを行ったりとか、そこで本当にいい交わりができまして、で、若者ならではのワーシップ、元気のあるワーシップを行いまして、で、その後にメッセージの後にディスカッション、で、本当に若者同士のこう同じような悩みを抱えていたりとか、またノンクリスチャンの子もいたんですけど、そういった空間の中で、まあ、神様をもっと知りたい、信じてみたいという子がいたりとか、あとは洗礼を受けたいと決心する子もいたりして、本当に素晴らしい時となりました。本当に若者が燃やされてほしいと思っています。若者にはたくさんの可能性があるの で、一人一人が世の中のリーダーとして与えられていると思います。で、その可能性、喜びを分かち合い、体感してもらって、そしてまた自分の与えられている情熱だったり、賜物、使命というのをこう大胆に実践してもらいたいなと思っています。以上、ネクサス代表、住谷隼人がレポートいたしました。